里崎チャンネル。こんにちは。さあ開幕しましたね。はい。ねえ、うん、まだ開幕してませんけど開幕しました。だから今どこがね勝ってるか分かんない。ということで、はい、今日はですね、うん、今シーズンの大事な大事な戦い方っていうね、はい、これをマスターしておけば大丈夫っていう考え方、うん、今シーズンならではってことですか。そうですね。だからまあ今シーズンのレギュレーションで言えば、はい、まあ一つはまあ昨年からですけども、コロナ禍ということで一軍登録が通常29人なんですけど31人、はい、2人増えて、で試合に出られるベンチ入りは25人から26人に拡大されてます、はい、でそして外国人枠は一軍登録枠は4人から5人へ拡大して、うん、ただしベンチ入りは4人のままと、はい、で野手の同時出場は3人まで、うん、で一軍登録5人の内訳は投手5人もしくは野手5人とすることはできないと、うん、で特例2021としてはコロナの疑いなど出場選手登録を抹消する際に適用と、はい、代わりに登録される選手は代替指名選手となり、その後10日以内に登録を外れた場合どの選手とも日数の制約なしで再登録できると、うん、で延長戦は昨年は延長12回から10回に短縮して実施しましたけども、はい、今期は延長なしの9回打ち切りで開幕することなどを検討中ということでしたけども、うん、それが打ち切りということになりました、はい、いやだ、延長全くなくなっちゃうってことですよね。そうですね。いや去年10回でもあもう終わっちゃうんだって思ったんです、はい、延長がある試合は、はい、今年全部早く終わりますね。だからここが重要なんですよ、うん、はい、まずこのね登録人数が26人ベンチ入りになりますけど、はい、どういう比率で野手とピッチャーを組み替えれるかっていうところで、うん、はい、延長のこと考えなくていいんで、確かに人を余らせるっていう必要ないんですよ、うん、はい、だからひょっとしたらですよ、うん、キャッチャー3人いらないかもわかんないですね。あーそっか、はい、うん、ピッチャーをピッチャーのその回しっていうのが読めますもんね、はい、延長はいらないから、そうなんだ、だからピッチャーもそんなに多くいらないかもわかんないんですよ、うん、このもう同点だったらもう早めに勝利の方程式ですね、うん、そうですね、もう7回で同点だったらもう7、8、9は勝利の方程式です、はい、だからもう余分な戦力使わなくてもいいし、うん、早め早めに仕掛けていかなきゃいけないですね、うんうん、正直そうですね。だそういった意味ではこの7、8、9の方程式をちゃんと持ってるチーム、うん、1年間それを守れるチームって強いんちゃうかっていう、うん、ああそういった意味では佐藤さんが1位予想しているチームが中日がね、うん、ソブエフク、はい、ライデル・マルチネスで、うん、ここアドバンテージあるんちゃうかっていう、あ今年ならではの、はい、うん、であとはセ・リーグだとね、はい、ピッチャー打席に入るんでもうそこは早め早めにもう長く引っ張るとか、うん、ピッチャーもうちょっと長く投げてほしいなって計算する必要ないんで、もう早め早めに代打る、だからもう1打席も立たないでピッチャー交代代打もあるかもわかんないですね。あでもそうしたら勝ち投手になれないじゃないですか。でもそれはよ、はい、ちゃんと投げてないから勝ち投手になれないだけで、あそっかそっかそっか、きっちり抑えてたらまだ顔は変えられないじゃん。そうですね、うん、きっちり投げてたら5回絶対投げさせてくれるから、はい、それは勝ち投手減らないっていう人いるんですけど、うん、で多分記事も出てましたけど、はい、それは、はい、あなたのせいで、はい、延長が12回でも一緒ですっていう、うん、そうですね、確かにずっとゼロで抑えてたら変えられないですね、うん、だからパリーグより、はい、セリーグの方がちょっと如実に出るかもわかんないですね、うんうん、そのピッチャーが打席に立つんで、はい、パリーグはピッチャー打席に立たないんで DH なんで、もうそもそも球界だろうが何だろうが、うん、ピッチャーのその能力に応じて早めに変えるか、はい、最後まで投げさすか決まるんで、うん、その打席に入らない分セリーグの方が結構影響されるかもわかんないし、うん、ひょっとしたらもうどんどんつぎ込んで、うん、行く可能性もありますよね、うん、そうですね、ま、計算しやすいっていうのはありますね。それは もちろんありますよね、うん、そのだから出し惜しみ、はい、したらダメですね、うん、でも今年の場合は延長がない分その数がそこまでいらないわけじゃないですか、うんうんうん、だけどそのベンチ入りとかの拡大は変わらないんですね。そうですね、うん、だそこをどう使うかですね。ピッチャーと野手の配分、ね、キャッチャー何人するのかの配分で個性、うんはい、出るかもわかんないですね、チームの個性が。どこのポジション多いのがいいんですかね。あとはその代打を使わなきゃいけない人が何人いるかですね。あーそっかそっか、うんうん、キャッチャーも代打いるのか、はい、セリーグだったらピッチャーだけなのか、うん、それによって多分決まると思うんですよ。あ そもそも代打出すのが少なかったら、うん、まあそもそもいらないじゃないですか、はい、あと守備要員なのかっていうところもありますし、うんうんうん、共
人とかはそんなに変わらないような気がしますけどね、うんうん、戦い方としては。そうか、そう思うとチームによってどういうベンチ入りの構成にするかっていうのは、まあ、バラバラ分かれてくるわけですね、うん、でも、はい、チャンスなチームがあるんだよ、はい、選手層が薄いチーム、うん、なんでですか。余剰戦力いらないから、はい、いる人数で戦っても9回だと戦い切れるから。ああ、なるほど、ちょっとアドバンテージになりますね。そうなんだからその、ね、うん、やっぱりどこでもね、層が厚い方がいいって言うんですけど、怪我しないことを前提にしたら、はい、層が薄くてもそれで戦い切れるんですよ。レギュラーメンバーさえちゃんとがっちりいればば、うん、で7、8、9さえ揃ってれば、はい、余計なことしなくていいんで、うん、戦い切れる。あ、確かにそうですね。選手も余計な体力使わずに9回言われますしね、うん、でもここでよ、はい、ある声が来るでよ、はい、使いすぎて怪我したらどうするんやって。あ、安心してください、今年は大丈夫なんです。え、なんでですか。オリンピックで休みます。あー、そっか。え、去年の場合はオールスター休みとかもほぼなかったんですよね。そうなんですよ、うん、あのオリンピックがね、はい、中止になって、うん、で開幕が6月になったんで、そうそう、はい、キュッと詰めましたけども、うん、まあ、この3月26から始まって、はい、オリンピックがね、うん、開催されれば、はい、そこ3週間ぐらいぽっこり開きます。まるっと休みですか、はい、まあ、もちろんね、はい、そこにオリンピックメンバーとして、はい、出場する選手は疲労度が濃くなるかも分かんないですけども、はい、行かない選手はそこ3週間リフレッシュ休暇に当てれるんで、はい、疲労も取れるんですよ、はい、だから、うん、ダーって短距離で走って、うん、ポッと休んで、うん、ダーって走ったら大丈夫なんですよ、はい、あ、でもあれじゃないですか、そのじゃあ3週間全くオリンピックにも行かなくて出なかった選手って、うんうん、ちょっと感覚が鈍っちゃったりしないんですかね。打者はね、ピッチャーとかは多分大丈夫です。むしろどっかが調整に当てれるんで、はい、どっかが不都合がある人はそれを治す期間に入れるんで、うん、やっぱ体が楽になる方が大きいと思うんですね、はい、感覚は取り戻せるんで、うん、すぐあれば、はい、でもどっか痛いと腰重いとか張りあるっていうところがリフレッシュされるんで、はい、そっちの方が大きいかなっていうね、ところはありますね。ガンガン打ってる打者が今めっちゃもう何来ても打てるのにって人が、あ、休み入っちゃったと思って。赤間さん、はい、大丈夫、そういう選手、はい、オリンピック選ばれてる。あ、確かにでも確かに調子を上げてきてる選手が休むと、はい、えってなるんですけど、はい、でも低いといいから、うん、はい、それもどっちもどっちだよね。そうですね、うん、それがいい方に働く人もいればマイナスに働く人もいるかもしれない、うんうん、だからもうガー行って、はい、でしかも9回打ち切りだからもう中継ぎの方程式も早めに使って、はい、1点差負けぐらいでももう使っていい、うんうん、で使って、はい、オリンピック期間中休んで、うん、もう一回走るっていうのを、うんうん、行けば層が薄いチームもできると思うんですよ、うん、確かに。で怪我したらどうするんやって言うと、うん、もうそう言ってちゃもう何もできない、うん、そうですね、うん、だってそんなに使ってなくても怪我する人はしますし、そうそう、しかもそれは6連動8連動とかやってたら問題あるけど、うん、なんかそんな感じはそんなないじゃん、うん、だからそこをうまくいければ面白いんちゃうかっていう、はい、確かにそうですね、うん、だから広島とかでも、うん、もしね後ろが、はい、大西とか栗林とか堀江とか、うん、そこの外国人とかで中継ぎがバシッてきたら、はい、そこをうまくそれもどんどん使っていって、うん、って言ったら層を薄くても補えるから、はい、うん、持ち前の打線で上上がってくる可能性もあるし、はい、カープが3連敗して強かった時は中継ぎ良かったのね、うん、で逆転のカープって言われたのも中継ぎで点差を広げられない、はい、もしくはその僅差でいくからそのうちに逆転できたっていうところもあるから、うん、広島とか結構、うん、ひょっとしたらチャンス生まれるかもしれないね。上に行ける可能性がこの市に限ってという感じ、ね、うんうん、で西武とかでも中継ぎ以降いいから、うん、そこでうまくね早めの系統で使っていければ、はい、ひょっとしたら上に行く可能性もあるし、うん、ロッテとかでも去年後ろ良かったから、はい、だから逆に後ろがバタつくとちょっとね、はい、っていうところもその逆転負けっていうのがあるし、うん、で今度引き分けが増えてくるんで、はい、だからいわば140試合だったら139勝1敗より、はい、1勝139分けの方が上なんですよ、はい、勝率なんで。ああ、え、勝率そんな高くなります？1勝139敗だと10割ですもん、負けてないんで。そっか、負けてないから10割になるんですか。そう、勝率は、はい、だから今回のやつは引き分けが絶対多くなるんで、はい、負けない野球が大事になってくるかも分かんないです、はい、ああ、なるほど。でもやっぱ中継ぎそのセットアッパーから抑えてすごい大事になりますね、うんうん、そうそうそう、うん、だからかなり重要度が増すのがそこだし、そのためにも
完投できるピッチャーがいると、はい、中継ぎ休ませるから、うん、完投いるピッチャーがいるチームっていうのはさらにアドバンテージがある、うん、はい、休ませれることによってねできるんちゃうかっていう、うん、で投手力が今年はすごく大事ってことにもなりますね。なる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 、うん、どっちかっていうとね、はい、そう考えたらよ、はい、去年、はい、投手力が良かったチームはホールド数で言えば一番良かったのは DeNA。 そうなんだ。チャンスある DeNA ありますね、うん、でもセーブステーションで一番良かったのが中日、へで完封勝ちが多かったのが中日、はい、でかいよね中日。ひょっとしたら中日 DeNA の、はい、このルール上の爆発力、うん、あるかもわかんないよね。そうですね、うん、だからまあ DeNA ってその外国人がいないって爆発力に欠けるかもしれないって言われても、こうちゃんと点をちょっとずつ取って取ってそこの後ろで抑えたら、うん、もうデータ上去年のデータ上では面白いよね。あ、そうですね、うん、でパ・リーグではセーブ数が一番多かったのはセーブ、セーブ、まあ、増田がいたんでね、はい、で、ホールド数、はい、一番高かったのソフトバンク、ほーほーバンク、しかも完封勝ち一番多いのもソフトバンク、あで、セーブ数も3位盤石こっちはそうだ、ないんかいっていう。そうです、ソフトバンクどこでも強いな。ポジティブ要素、ロッテはね、セーブ数高いんですけどホールド数が一番少ないんですよ、うん、あとは楽天はホールド数高いんですけどセーブステーションだから、ここにセーブで松井が帰ってきたから、はい、このホールドとあとセーブが上がれば楽天チャンスあるよね、うん、そうですね、うん、まあ、去年は本当に中継ぎでちょっと崩れちゃったところがあったので、うん、だからそこがうまくはまれば、はい、だからセーブと楽天はちょっと、うん、このルールをうまく使っていければ、はい、しまった試合に、うん、で打線で1点取ったらちょっとしたら面白いかなっていうね。ありますね、うん、ソフトバンクをこう打ち崩せるかもしれないですね、うん、ちょっとしたらね、この9回打ち切りによっての、はい、あのルール変更でしては、うんうん、だそう考えると出し惜しみダメだね。そうですね、取っておこうっていうのがなくなった方がいいかもしれないですね、うん、出し惜しみなしで完投できるピッチャーいたら中継ぎの休養にもなるから、うん、そこら辺の組み合わせが大事になってくるかもわかんないですね。選手としては出場機会は減る選手は減るかもしれないですね、うん、そうだね。でもセリーグは上がるかもわかんないね。パリーグが減るかもわかんないけど、そうですね、うん、セリーグはひょっとしたら早めの代打があったら、うん、その前の4回とか3回にピッチャー使われるから、はい、だからそこのだからセリーグも早めに仕掛けるかどうかもうひょっとしたら大事になってくるかもわかんないね。そう、早めに仕掛けて6回までで7、8、9で抑えてもそこで終わろうみたいな、うんうん、ゴールが見えてるから、はい、でこれね、もう一つの最大の嬉しい要素あるのよ、はい、俺らに優しいのよ終わる時間が早いってことですか延長ないからね。そうですね、終わる時間が読める。だから4時間とか5時間の試合がほぼなくなりますね。ない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 、うん、もう行っても3時間半よ。だきっといい人をどんどん釣り込むから閉まった試合もっと早くなるかもしれないね。2時間半とか3時間とか、うん、解説者にも優しいよねですね、うん、ファンもね、あんまり夜更かししなくて済んだりするかもしれないですし、うん、だからもう引き分けの数がね、だからそこを決定力があって決めれるか、はい、もしくは踏ん張りきれないかっていう、うん、引き分けもプラスと考えれば、はい、それを守りきれるね、終盤の戦い方も注目なんで、うん、そういったところを見ながらね、今年戦うと、はい、まあ、さらに面白くなるんで、そうですね、うん、この1年1年戦い方がまあ変わって、それも面白さですね。そうですね、まあ、レギュレーション変わるんでね、でもその中で対応できるチームがね、はい、強いんで言い訳にできないんでね、うん、まあ、どういう戦い見せるのか注目したいと思います、はい。